東京マラソンが今日あるんですけど、BMW が先導するって書いてますね。日本車じゃないんだと思って。なんで日本車なんだ。今日は、皇居の周り、東京駅、それから新宿、浅草のあたりですね。来る場合はちょっと交通的に規制がかなりかかるんじゃないかな。今浅草橋にいますけど、東京駅近郊および今東京マラソンの準備中で、警察の方とかが警備し始めてますけど、この辺ちょっと交通規制がかかるのかなと。ちょっとうまくね、車で来ちゃうとね、おそらく通れないんじゃないかなと思いますけど、ここら辺はもう通るみたいですね。頑張れフランスと、頑張れフランスって書いてましたね。プラカードがもう貼られたりなんかしてますけど、この辺りは多分10時半ぐらいからどうなのかな、11時ぐらいですかね、11時12時ぐらいまでは多分マラソンが来る時間帯だなと思うんですけど、もうすでになんかスタンバってるからね早めに出ないとこの辺大渋滞に、こうやって行くとこ行けないみたいな人がね出るんで、東京マラソン来た場合はホテルに泊まった場合は早く出るとちょっとやっていただければと思います。危険ですね、もう人が集まり始めてるんで、今出なかったらもうアウトですね。今8時ちょい過ぎぐらいですね、8時ちょい過ぎぐらいなんですけども、東京マラソンの関係で交通規制が始まりますね。まあ今のうちに車通ってけるってそういう感じですかね。浅草橋駅近郊をちょっと来てます、今日はね、東横インの神田秋葉原というところに泊まったんですけど、ここ浅草橋だよねっていうツッコミを聞いた。なんでここが秋葉原やのっていうツッコミ入れたりどうですか。ここは浅草橋ですよってね。浅草橋って言うと浅草のところよりちょっと遠いんですよね。浅草橋って書いてありますね。浅草とは違うんですね。浅草まで、徒歩で行くと20分ぐらいかかっちゃうんじゃないかな。多分。浅草駅がすぐ着きました。今日は浅草橋駅から